で、まあ、早速勉強会を開始していきたいと思いますが、まずはスカイランドベンチャーズの代表、木下さんより今回の開催経緯をご紹介いただこうと思っております。木下さん、よろしくお願いいたします。スカイランド木下です。皆さんこんばんは。ちょっと10分ぐらい押して開始になってしまって申し訳ございませんでした。今回、プロダクトスタートアップデイ、僕らスタートアップデイっていうイベントグランドで、スタートアップ向けに必要なことをこういう勉強会、ワークショップ形式みたいな形でやりたいというので、今回、プロダクト作りについてということで、会を企画しました。で、スタートアップで自分でプロダクトを作るというときに、デザインが、デザインであったりとか、ワイヤーを書いて、プロトタイプを作るみたいなことが、起業家だったりとか、起業家じゃなくてもですね、できた方がいいんじゃないかなってことで、今回のスタートアップのためのフィグマ勉強会っていうのをやっていて、今回この後、トラジロークに時間ほどのワークショップをお任せしてるんで、お願いしたいなというふうに、思ってます。で、あと僕自身は、これなんか勉強会企画してるだけではつまんないんで、自分もフィグマとスタジオが使える VC になろうと思っていて、スタートアップの人たちも、その辺を2人自分で使えるようになっていくといいかなというふうに思ってるんで、そんな会員できればいいかと思っています。はい、じゃあ、虎次郎さん、準備ができ次第始めていっていただいていいでしょうか。お願いします。はい。気持ちの中で拍手でお迎えくださいよ。よよろし。しくおは願い、いします。お願いします。はい。すいません、ちょっと今日こんなに人が集まっていただけると思ってなかったので大変緊張しているんですが、始めていきたいと思います。ちょっと最初に説明が、あった通り、ちょっとディスコードの方で、途中で、開催している中での質問事項であったり、参加してくださっている皆さんが作ったものみたいなものをこう共有して、なんか、賑やかにできればいいなと思っております。はい。ちょっと Figma、結構今、Figma に人集まってくれてるんですけど、一旦ちょっと僕の方で画面の共有をさせていただこうかなと思います。Figma 見ていただけてれば、Figma の方を見たままでも大丈夫です。はい。ちょっと画面共有できているでしょうか。はい。早速なんですけど、ちょっと簡単に自己紹介をさせていただきたいなと思っております。今日の、Figma の勉強会の、ワークショップを主催させていただいている椎橋虎次郎と申します。今、株式会社ガウディという、ブロックチェーンとエンタメ領域のコミュニティサービスであったり ID サービスのようなものを開発しているスタートアップ、20人くらいのスタートアップで今デザイナーをしております。もともと今の会社にエンジニアのインターンとして入ったんですけど、本当に創業期で3、4人のメンバーしかいなかった頃に入っていて、その頃にちょっとデザインをやり始めたのがきっかけで、今会社3年目になるんですけど、僕もその間、3年間デザイナーとして活動しています。なので、今回参加してくださっているスタートアップ起業中の方であったり、これから起業しようという方とか、割とスタートアップに働かれている人たちの環境に近いような経験をしているのかなと思っていて、ちょっとその中で Figma をずっと使ってきて、最初のプロトタイピングとか、なんかアイディアを具体化するみたいなところのツールとして、今回なんか Figma を皆さんに使えるようになっていただけたらなと思っております。で、ちょっとズームしてもらいますね。本日なんですけど、簡単に、前提を共有させていただくと、目的としては、参加してくださってる皆さんが、Figma と仲良くなっていただいて、新しい伝える手段として、Figma を使っていただけたら嬉しいなと思っております。で、今回は、プロトタイピングとか UI デザインのような手法という部分ではなくて、アイデアを具体化するっていう部分に焦点を置きたいなと思ってます。で、本日の、ワークショップのゴールとしては、基本操作を学んでもらって、ワイヤーフレーム、右側のような、こんな感じのものを作れるようになっていただけるといいのかなと思っております。で、もうちょっとすでにフィグマに慣れているような人っていうのは、ここのワイヤーフレームみたいなものを早く作って、プロトタイピング、実際になんかスマートフォンとか、
で動かせるようなものを作るところまでできたら、時間内にできたらこうすごい早いんじゃないかなと思うので、もしフィギュアに慣れている人はそういうところに挑戦していただければなと思っております。でこの右側のやつはちょっと書いてもあるんですけど、先週の金曜日に社内で先にちょっと今日の練習を兼ねて開催したんですけど、フィグマを触ったことなかったエンジニアのメンバーがこの1時間半の中でこれくらいのものは作れていたので、ちょっとこれくらいフィグマに慣れていただけるといいのかなと思ってます。で、今日、まあ、やらないメインにしないこととしては、UI デザインについての専門的な知識や、デザイナーがフィグマを使ってデザインをする上で便利な機能についての解説は、このワークショップの時間内では、基本的には、やらない、触れないようにしようかなと思ってます。はい。はい、続いてなんですけど、ちょっとここから、簡単に Figma の説明をさせていただいて、でこの次から、実際にみんなで手を動かして Figma を触っていくところをやりたいなと思ってます。ちなみに今この Figma 98名の方が見ていただいているそうです。はい。まあ、なんで Figma がいいのかというところをちょっと簡単に重要なところだけお伝えしたいなと思っているんですが、まあ、Figma の最大のいいところって、デザインと共有がすごくシームレスにできるというところが最大の目的です。まあ、今なんかこう皆さん集まってちょっとわかるかなと思うんですけど、リアルタイムにこうやって画面をつないで同時に編集をして、すぐそれを URL で他の人にシェアしてっていうのを UI デザインとか、まあ、ホワイトボードツール、ミロとかね、ああいうワークショップをやるとか、そういうものにしても、まあ、全部 Figma で完結できるよっていうところが、一番 Figma の強いところなのかなと思ってます。で、それがやっぱり UI デザインっていうところにとどまらず、まあ、今回デスクトップアプリの方がちょっと便利かなと思ったのでアプリのインストールをお願いしたんですけど、ブラウザベースでも使えるので、デザイナーじゃなくてもなんかアプリ重いから使うの嫌だなみたいな人でも気軽にブラウザで操作したり閲覧したりっていうのができるっていうのが Figma のいいところかなと思います。なのでこういう形で Figma っていうのは、チームのコラボレーションをチームのコラボレーションをこうやって加速させることができるデザインツールなんじゃないかなと思ってます。ちょっと前提軽く抜けちゃったんですけど、なんか今までのスケッチとか XD っていう、まあ、UI デザイナーの人たちが使ってきたツールっていうのは、こうやってリアルタイムにオンライン上で、みんなでこう一緒に操作したりっていうのが今までできなかったんですね。でそれがこう Figma が出てきたことによって、こうクラウド上でみんながデータを共有しながらリアルタイムに編集作業ができるっていうのがすごくこう流れを変えたところかなと思ってます。で、まあ、最近価格のプランが変わりまして、スタータープランだと小さいチームで結構ファイルとかの数限られちゃうんですけど、編集権限、今回も皆さんに作業してもらえるようにこのスターターのやつ新しく作ったんですけど、まあ、何人でもFigma編集できて、でこの編集権限っていうのが本当だったら1人1000円ちょっとぐらい月かかっちゃうので、それが最近無料になったんで、なんか割とこう導入しやすくなったのかなと思います。でさっきちょっと触れたフィグジャムっていう機能があってですね、ちょっと後半にも紹介するんですけど、この間作ったんですけど、こういうなんかミロとかで作るようなホワイトボードツールのこうフローチャートとか、なんかブレストするようやつとか、こう付箋ペタペタ貼っていくようなやつとかっていうのも Figma で最近できるようになったんですけど、この機能とかも来年までは無料で使えるので、まあ、そういう点でも導入しやすいかなと思います。はい。で、ここの下の2つ、ビューとショートカットは、ご覧の通り基本的な操作と画面の簡単な紹介だけしているので、まあ、ここではあんまり触れないで、まあ、ちょっと後ほど作業していってもらう中で、なんか分からないところとか、ちょっと操作を思い出したいなみたいな時に使っていただければいいかなと思います。はい。では、早速なんですけど、ちょっと、
ワークショップの第1部に入っていこうかなと思います。ですね、もしかしたら事前にやってくださっている方もいるかもしれないんですけど、作業環境を用意していただきたいです。方法は結構簡単で、今、僕が画面シェアしている画面で一通り流れをやろうと思うんですが、Figma の画面一番上に、Figma、メイン0719アンダー Figma ワークショップっていうタイトルがあるんですけど、その右側に、メニューボタンがあって、そこからデプリケートでファイルを複製できるので、今この僕しか作業ができない環境から、皆さんのFigmaにファイルをコピーしてもらって、でそのコピーした先で、今日作業していただこうかなと思っています。はい。なのでちょっとここでデプリケートしてもらって、でデプリケートすると、画面の下にファイルオープンっていうのが出てくるので、そこからコピーした先のファイルに飛んでもらって、まあ、ちょっと分かりづらかったら名前とか書いていただけるとちょっと分かりやすくなるかなと思いますので、ちょっとこちらの作業を今簡単にしていただきたいです。もし分からないことあったらちょっとここまでZoom のチャットでも Discord でも見てるので、ちょっと分からないことあったら質問投げてください。意外とここまではできますかね、簡単に。はい、ちょっと次に入っていこうかなと思うんですが、皆さんファイルのコピーまでは問題なく進んでおられますでしょうか。大丈夫かな。リアクションしていただいた方ありがとうございます。はい。じゃあちょっと実際のワークに入っていこうかなと思います。もしコピーの周りとかで何か問題があったらチャットに投げていただけると後ほど回答します。はい。まず一番最初ですね。ちょっとこれ Figma 使ったことある人にはもしかしたら簡単かもしれませんが、結構、いいお題かなと思うので、ぜひ取り組んでほしいんですが、最初ですね、Figma のロゴをちょっと皆さん作りましょうというワークです。だいたい制限時間5分くらいの時間で、Figma のロゴを作ります。達成条件はもう Figma のロゴに見えれば OK です。で全然忠実に、サイズとか、数値とかっていうのは、やらなくて全然大丈夫なので、Figma のロゴに見えるものを作ってください。はい。で、一応、この Figma のこのロゴを実際作る中でのヒントみたいなものは、ここに書いてるので、皆さんの枠の中でちょっと困ったり、なんかアイデアが出ないところがあれば、ちょっとヒント見たり、質問いただいたりできればなと思います。はい。じゃあちょっとここから55分くらいまで、もうちょっと56分くらいまで5分間くらいちょっとこの Figma のロゴを早速皆さん作っていただければなと思うので、はい、ちょっと時間取りたいなと思います。もし終わった方がいたら、どんどん Discord の学習共有かな、2番のチャンネルに作ったものを投げていただけると嬉しいです。はい、じゃあちょっと始めたいと思います。はい、お願いします。で、この作ってる間、皆さんが作ってくれてる間は、ちょっと何も喋らず静かにしているのちょっとあれなので、僕も自分の画面でちょこちょこ作ろうかなと思ってます。まだマスターのファイルを見てくれてる人は、自分のファイルも見れてますかね。
はい、じゃあちょっとフィグマのロゴを作りたいと思います。結構なんか 社内でこれやったときに意外とみんな本当に最初触る人は図形を作るのに意外と苦戦をしてたんですけど、ちょっとヒントを言うと1個の正方形作ったらあとはそれの形をちょっとずつ変えるだけでFigma のロゴ完成するので、とりあえず正方形を1個作ってそれを元に作れると一番簡単でいいかなと思うのでやってみてください。あ、ディスコードが、あ、今質問していただいたいんですけど、共有はなんかスクショを取って貼っていただけると嬉しいです。スクショの tips なんですけど、コマンドシフトコントロール4を押しながらスクショを取ると保存されずにコピーだけできます。あ、結構みんな早いですね。あ、結構できて送ってくれてる人いますね。ありがとうございます。あと30秒くらいで一旦終わろうと思います。あ、結構いい感じですね。画面切り替えるか。これ画面共有してるときって僕の Zoom のチャットとかって画面共有で映ってますかね。映ってないかな。あ、映ってない。フィグマの画面しか映ってないんですか今。そうだね。あ、ありがとうございます。あ、じゃあちょうど56分になったので、一旦、ウォーミングアップ1は終わろうと思います。ちょっと今、ディスコードの方を見ようと思います。はい。上げてくれた皆さんありがとうございます。どうですかね皆さん、フィグマのロゴできましたかね。ちょっと全然現時点でできてなくてもいいので、どんどん今の状態のスクショ貼ってもらえると嬉しいです。あ、すごいですね。みんななんかいい感じに出来上がってますね。どうですかね。逆に今まだ全然できてない人とかいたらちょっと上げていただけると。嫌ですかね、ちょっとさらされちゃうのは。全然できてなくても大丈夫です。ぜひどんどん上げてください。ちょっとこんな感じで作ったらなんかこう上げてって、みんなどんな感じにできてるのかなみたいなやつをこう見ながら進めていこうかなと思います。これめっちゃいいですね。ちょっとフィグマのワークショップですね、これ。楽しみ
ちょっとあんまり声のリアクションがないんで、ちょっと悲しいんですけど、僕は。スタートアップ経営者とか、僕がツイッターで知ってる人がこうボンボン上げてくれるのも面白いです。恐縮です、本当に。今ちょっと質問上がってたんですけど、リクタングル作ってコーナーラディアスをいじるプロセスで合ってますか？そうですね。基本、これです。もう一回、簡単に、ちょっと時間押しちゃうんであれなんですけど、簡単にやると思うんですけど、1個資格を作ってもらって、なんかコピーがうまく効かないんですけど、これを基本、こんな感じで5つ並べて、こっちかな？なんかコピーがうまくいかないな。こんな感じで並べていくとフィグマの形になって、であとこれ多分色ここからいじってくれてる人もいると思うんですけど、コントロール C とかやるとスポイトが出てくるので、こうやってちゃんとフィグマの色にしてくれます。はい、ちょっとそんな感じでまた次のワークいきたいと思います。貼ってくれてる皆様ありがとうございます。はい。じゃあ次ですね。まあ今のと基本的には同じような操作でできるんですけど、絵文字を2つ作っていただきたいと思います。これ参考例なんで、この顔作ろうとしなくて全然大丈夫なんで、なんか自由に好きな絵文字とか、全然絵文字じゃなくても、なんか目と口さえあれば OK なので、ちょっと顔を簡単に作ってもらいたいなと思ってます。で、達成の条件としては2つ作るのと、その絵文字と絵文字の間を矢印でつないでください。であとは、グループ化っていうのを1個してほしくて、これ最初に作ったままだと、目と口と顔の全体とかっていうのが別々のパーツになっちゃうので、それを1個の絵文字の、まとまりグループにするっていうのをちょっとやっていただきたいなと思います。宇佐美さん、ありがとうございます。ちょっとショートカットは後ほどまた貼っておきます。はい。じゃあちょっと、今ちょうど8時なので、5分間、顔の作成に皆様、取り組んでいただけると嬉しいです。多分これ結構人によって顔のなんか感じが違って面白いんで、全然自由な発想で作っていただいて大丈夫です。なんかこう忠実に再現したい顔とかがもしある人がいたら、テキストでなんか絵文字をここに出して、なんかそれの横で作るとかしてみてもいいかもしれないです。マジでちょっと時間5分ぐらいしかないんで、全然忠実に再現しなくて大丈夫です。なんとなく顔に見えてれば。今回雑な感じでも全然大丈夫です。またちょっと作ってもらえたら、どんどんディスコードの方に貼ってっていただけると嬉しいです。で、これちょっともし見てる人がいれば、これグループ化できてない状態だと、こうやってなんか作った顔のパーツがこう動かすと、こうなんか選択してるやつだけしか動かせないんですけど、
これがグループ化がちゃんとされてると選択したなんかこう人まとまりで動いてくれるようになるので、まとまりを作れるようになりますというところです。あ、めっちゃいいですね。かわいい。そろそろできる人が出てくる頃だと思うので、どんどん貼ってください。なんか全然操作方法とかでわからないとか、なんかそういう類のものでもどんどん質問投げていただけると嬉しいです。あと1分半くらいで終わろうと思いますが、いかがでしょうか。あ、質問ありがとうございます。オブジェクトのレイヤーの重ね方ですかね。ちょっとこれは、ちょっと慣れが必要かもしれないんですけど、この左側の、レイヤーが表示されているパネルがあってですね、今選択しているものっていうのが水色で表示されてます。で、この表示されているものの、この、なんていうんですかね、この矢印クリックすると、中身のコンテンツがこうやって出てくるんですけど、この中に入ってる、ものが、一番下が、なんていうんだろう、一番下の層って表現でいいのかな。っていう感じになってて、まあ一番、なんか、シンプルなのは、ここのレイヤーをいじって、こう、上と下を変えるみたいなのをするのがいいんですけど、まあこれはちょっと効率的にはあんま良くないので、もうちょっとこう慣れてて効率を求めたい人は、左クリックすると、ここに、どこだ？これか。bring forward と bring to front、send backward、send to back っていうのが4つあると思うんですけど、基本的にここのものを使うと、上下を入れ替えたりできます。で、これはコマンドがあるので、ちょっと慣れている人はコマンドのショートカットを覚えると非常に楽に、この目を一番後ろにやったり上にやったりとかができるようになります。はい。ちょっと5分になったので、一旦終わりたいと思います。木下さんか初田さん、入室許可をお願いしますでしょうかというチャットが来てます。はい。あ、ディスコード上げてくれてる人ありがとうございます。めっちゃ可愛い。みんなこう、顔がやっぱ違いますね。あ、すごい。歯作ってる人がいますね。マスクいいですね。マスク今っぽいですね。あ、猫の発想なかったですね。社内でやったときも猫はいなかったですね。あ、めっちゃいい感じですね。あ、かわいい。こんな感じで結構いい感じに作って、すげえ紫の顔が。複雑な口の形になったんですね。こんな感じで結構人によって、なんか作ってくれた顔が違うかなと思います。すごいピエンの顔が再現度高いです。ありがとうございます。ちょっと、ウォーミングアップは、こんなところで、次の本題に入ろうかなと思います。はい。ですね、今日の一番メインのワークとしては、ここで、アプリの、まあ、アプリのデザインというか、ワイヤーフレームというか、を作っていただくところを、一番メインのワークとしてやりたいなと、思ってます。で、最初になんかテーマ、実際作ってもらうアプリを今決めてもらって、それを実際作っていこうという感じのワークなんですけど、もしなんか
起業準備中とか、もうすでに起業されてる方とか、なんかこう、まあ、会社で自分で作ってるものとかでもいいんですけど、なんかこう、自分が作ってる、関わってるサービスでもいいですし、一応、お題のサンプルとして、Apple Music を置いておいたので、まあ、Apple Music の画面を、再現して作ってもらうとかでも大丈夫です。はい。ちょっとなんか皆さん今、テーマを決めていただけると嬉しいです。で、なんかどんな感じのレベル感を目指そうかというところなんですけど、まあ一応今下の方に、パーツのセットみたいなものは、簡単なものだけ、マテリアルデザインベースのものを揃えておいたので、作る際はこれを使ってもらえればなと思うんですけど、まあ、その上で、簡単なワイヤーフレームレベルのものっていうのが、まあ、時間もちょっと30分くらい、30分ちょっとで、時間限られてるので、まあ、その中で、この間、社内でやったときは、1人1画面とか作れてればよかった方とか、全くフィグマ触ったことない人とかだと、それくらいだったので、まあ、1画面とか2画面作りきれればいいのかなと思ってます。もしなんかもっとこう具体的に作るぞみたいなので何か作りたいやつがあれば、まあこういう感じで画像を入れたりとかしてよりリアルなプロダクトに近づけてもらえるといいのかなと思ってます。はい。ではちょっと早速作るワークに入っていきたいんですけど、ちょっと最初に簡単な説明だけさせていただきます。今回は一応目的としては、全然忠実に再現するっていうところは求めてないので、綺麗に作るっていうよりは、自分の思ってるイメージっていうのを体験のイメージであったり、その画面で、例えばユーザーにしてもらいたいことであったり、基本的な機能みたいな、そういうところのイメージが伝わるっていうラインを目指して作っていただけるといいかなと思ってます。はい。で、一応、ここにフレームの作り方書いてあるんですけど、一応この辺に iPhone 11は貼っておいたので、もし、デスクトップのアプリとかをこの時間でやりたいなという人がいたら、キーボードで F を押すと右側に、ここですね、なんかこんな感じでデバイスの名前が出てくるので、ここでデスクトップとかで MacBook とか MacBook Pro とかを選んで追加するとこんな感じで出てくるので、もし、デスクトップとかがやりたい人とか、Android がいいとかっていうのがあれば、フレームはそうやって変えてもらえればいいかなと思います。はい。で、ここに簡単なデザインの Tips は置いといたので、ちょっと始めてから簡単に説明したいなと思います。はい。じゃあちょっと一番本題のワークショップなので、30分くらいですかね、ちょっと取り組んでいただければなと思ってます。はい。では、お願いします。で、ちょっとこの後、なんか、作ってくれる人向けの簡単な、ちょっと綺麗に作るための tips みたいなものと、あと、もう Figma 慣れてて面白くないな、みたいな人がもしいたら、ちょっとプロトタイプをより忠実に作ろうというワークも一応考えてあるので、取り組まれる方がいたら、ちょっとプロトタイプの方の説明も簡単にしたいなと思ってます。なんか、さっききれいに作る必要は全然ないですっていうふうにお伝えしたんですけど、デザイナーの人は結構8の倍数っていうのが好きで、余白だったり、コンポーネントのパーツの高さとか、そういうものっていうのを結構いちいちこう8の倍数に揃えたくなるところがあってですね。結構この間社内で非デザイナーの方にこう画面を作りましょうっていうのをやったときに、まあ、大体こう一番起こりやすいのがこの画面の両端の余白が揃ってないみたいなことが結構あってですね。基本的にこういうのはまあそのプロトタイプの段階でとか綺麗にやる必要は全然ないと思っているんですが、まあ、こうやって最初一番作る始めとかにこう両サイド16ピクセルとか20とか24とかこうやって余白を作ってその中でこう幅が揃うように作るとかするだけでちょっと綺麗な画面が
作れるので、もしなんか気になる人はやってみてください。大前提、全然綺麗にする必要はないと思ってるので、もし、Tips 的な共有でした。はい。で、あとこの間、ちょっと社内でやった時の学びとしてなんですけど、Apple Music とか、自分の作りたいアプリが今頭にある人で、例えばここに今、アイコンのパーツが足りないとかっていうのあると思うんですけど、なんかアイコンを無理やり作ろうとしないでほしいです。なんか、仮置きの適当なアイコンか、ただの四角とかを置いてもらえると、結構時間の中で限られてるので、あまり細かいディテールに時間を割かない方がいいかなと思うので、そこら辺だけちょっと注意していただければなと思います。はい。作って手を動かし始めている方は聞き流していただいて結構なんですが、もし早めに終わったとかすでにフィグマで作っていますみたいな人は、よりプロダクトによったところなんですが、ユーザビリティ操作体験であったりとか、実際実装している例えば読み込みとかの挙動とかを考慮したものではないんですけど、このフィグマで作った画面っていうのをできるだけ、手元のアプリを触ってるような感覚で、テストするっていうのをフィグマでは簡単に行うことができたりします。プロトタイプの専門ツールみたいなものが世の中にあるんですけど、そこまでの機能はないんですけど、簡単な遷移とか、ホバーした時のこういう挙動であったりっていうのを Figma では作ることができたりします。でちょっと僕が作っているもの、この間作ったものを今ちょっとお見せしてしまおうかなと思うんですが、なんかこういう画面があって、ボタンを押すとこう下から画面が出てきて、ログインってやるとこう画面がボタンを押すごとに進んでいって、最後こうやって閉じるみたいな、こういうこう簡単なプロトタイプみたいなものをFigmaでは作ることができるので、一応ちょっと今見られなかった人とかはFigma上に URL があるのでそちらから見ていただければなと思うんですけど、こういう簡単なプロトタイプが作れるので、もしなんかちょっとフィグマあんまりプロトタイプまではまだ作ったことがないみたいな人は、ここにある Apple Music の画面とか、なんかすでに作ってるフィグマの UI を使ってプロトタイプをちょっと練習してみる時間とかに使えるといいかなと思ってます。すいません、ちょっと今質問いただいたのでちょっと質問を回答します。コピペでペーストするときにフォーマット維持したままでどうすればいいですか？これ今質問いただいてるやつってなんか具体的にどのパーツコピペしたとかもし分かればちょっと教えてほしいです。もしかしたらなんか選択範囲が違くて、例えばこのボタンとかで中身のバツのアイコンだけ引っ張っちゃってるとか、もしかしたらそういうのかなと思ったので、ちょっと具体的なコピーしたやつとかを教えて。アップバーズの05をコピーして、ちょっとアップバーズの05ですね、はい、これか全体どうってこんな感じのコピーこんな感じで普通にコピーしてペーストみたいな感じですかね。はい。あ、うまくいきました。ありがとうございます。あ、よかったです。多分選択範囲が、多分ここで見るとちょっと分かりづらいんですけど、これ、ね、今15っていうフレームを選択してコピペできてれば大丈夫です。で中身のなんかパーツ1個だけとかでやるとちょっとこう、こんな感じになってしまうっていう感じですね。はい。
ありがとうございます。あ、すごいあれですね。はい。こんな感じで、どんどん作ってる中で分からないことあれば、ぜひ質問いただけると嬉しいです。プロトタイプのところなんですけど、プロトタイプは、まあ、さっきの Apple Music のやつを使っていただくか、自分の作っているものを使っていただくか、まあ、あとはここになんか簡単なミニワークみたいなものを用意していたので、もし手が余っている人はちょっとこの辺チャレンジしてもらうとかでもいいかなと思います。なんかもし事前の質問とかでプロトタイプの周りの質問とかいただいてたんですけど、ちょっと細かいところだったりしたので、ちょっとそこは後ほどの回答にしようかなと思ってたんですけど、もし今プロトタイピングのところとか、ちょっと関連しそうなところで聞きたいこととかがあれば、この間ちょっと僕が質問答え、いる感じにしたらいいかなと思うので、何かあれば聞いてください。なんか画面を一応シェアしてる画面では僕もなんか適当にアプリをちょっと作ってみようかなと思います。ちょっと半分、何時だっけ？あ、もう半分過ぎてるか。ちょっと25分とかになったら、木下さんとかのちょっと作ってるものを挙手してる人とか見えるのかな。もしなんか作ってる画面共有してもいいよっていう人がいたら、ちょっとこの後の時間でまあ、ディスコードに貼ってもらうのもそうなんですけど、なんか実際作ったやつを見せてもらうとかちょっとやれたらいいなと思ってます。意外と30分短いんであんまり作れないと思うんですけど、できる限り頑張ってみてください。あ、質問ありがとうございます。複数のオブジェクトの間の幅を揃えるやり方を教えていただきたいです。はい、方法としては基本的なのとちょっと難しいものがあってですね。例えば、ちょっとボタンとかにしとくか。例えばなんですけど、今画面の中に、こんな感じで幅バラバラで四角を3つ入れてみたんですけど、3つか。一個目は、結構単純に、揃えたい幅の間を、これ今オプションを押しながら、こうやって赤のガイドが出るんですけど、これで例えば80にしよう、みたいな感じで、じゃあこいつもこうやって揃えて80にしよう、みたいな感じで、まあ、自分でこう、距離を測って並べる方法が、一つですね。で、もう一個は、右の選択三つしてると、ここに、この青のなんか三本線みたいなのが出てくるんですけど、こいつ押すと、勝手にこう余白を揃えてくれます。で、これは、画面の右上に、
More Options っていうやつがちっちゃくいるんですけど、そいつを押すと中で、Distribute Vertical Spacing っていうのがありまして、これは縦の余白を揃えるってやつですね。で、今と同じ操作ができるようになってます。ちょっと。バーティカルなんだっけ、ディストリビュートか。はい、こんな感じで、ちょっと後で書いておきます。で、これが今2つ目にやった方法で、もう一個が、オートレイアウトっていう機能が Figma にはありまして、ちょっとこれが便利だけど少し難しい機能で、複数のオブジェクト選択している状態で、Shift A を押すか、もしくは右側のメニューで、今ないな。フレームじゃないか。まあ、これ Shift A を押すと、こんな感じで今、オートレイアウトアディットって出たの分かりますかね。で、これ何が起こってるかっていうと、こう、これ今、ちょっと2つ並びますかね。よいしょ。レイアウト。はい。左側はオートレイアウトになってないもの。で、右側がオートレイアウトで、例えばなんですけど、このオートレイアウトって、この右側にちょっと難しいんですけど、40って出てて、ここにアイテム間の幅っていうのをここで設定することができて、例えば、間40にしたいですっていうふうにして、ここ40にしといて、ここに、後からなんかこう追加しようみたいなやつを、ここの箱の中に入れて、こうやって揃えることができて、余白保ったままずっと一定の間隔で同じものを入れ続けてくれるみたいなのをできたりします。これどういう時に使うのかっていうと、基本的な使い方だと、こういうカードのコンポーネントとかをなんかページで並べたいときとかに、こいつらの間、じゃあ16にして、で、これいちいち16でさっきみたいに並べるのめんどくさいから、こうやってコピーして、いっぱい並べておこうみたいな。そして、これやっとくと、こういう順、コンポーネントの間の順番の入れ替えとかも上、下とかで、こうやって移動自由にできるんで、余白をこう揃えておいたまま順番の入れ替えとか、さっきのこの緑追加するとか、こんな感じですね、に揃えることができるというオートレイアウトという技があったりします。まあ、ただオートレイアウトはちょっと慣れればすごい使い勝手がいいんですけど、例えばチームの中にあんまりフィグマに慣れてないメンバーとかが触るとこでオートレイアウトすごいいっぱい使っちゃうと、なんか何が起こってるのか分かんない状態になっちゃうので、そこだけ気をつけていただきたいなと思います。なんか自分で作るとことかだったら全然いいんですけど、ちょっと難しいやり方になってます。で、一応せっかく触れたので簡単にこう触れておくとですね、オートレイアウトは今みたいにただただ並べるっていうの以外に、例えば、このオートレイアウトしてるもの自体に、こういうふうに余白をつけることができて、で、これが結構実装に近い発想で、例えばコンポーネントの中に、パディングつけたりとか、こことここのパディングは、このもので、中にオブジェクトが増えても一定間それを揃えますっていう、CSS のグリッドとかかなに近いような発想で、コンポーネントを組むことができるので、まあ、結構慣れてきて、すごいコンポーネントとかまで頑張って作りたいみたいなところがあると、オートレイアウトは結構便利だったりします。はい。すいません。ちょっと説明が長くなっちゃいましたが、そんな感じです。質問ありがとうございます。
何ですかね。もし画面ができたぞっていう方で、見せて大丈夫なものであれば、ディスコードとかに貼っていただけたら、とても嬉しいです。木下さんとかはどうですか？順調に進んでますかね？いや、大変です。これをトレースしてる感じですけど、はいはい、ちょっと1画面も結構大変。ああ、やっぱそうですね。意外とこう最初にやると難しい。質問は、なんかこう、キャンバスっていうか、なんかこう、いいですかね、なんかその、開いてる画面じゃないところからアイコンコピーして持ってくるときに、なんか、はいはい。アイコン、なんかマウスで移動する以外にないんですか、なんか。ああ、そこをコピーして、で、その、そこに出るじゃないですか。それをこう、はいはい、下に持っていくとかできるんですか。これ、大体2つで、例えば、まあ、一回コピー、うんうん、まあ、普通のコピペでこうカットとかコピーしたのを、うん、このフレーム選択しながら入れてあげるとフレームのこの中に入るようにコピペできます、はい、なるほど。ちょっとフレームややこしいんですけど、この外側にあるやつをこのアイコンってこう今出てると思うんですけど、これが入ってる状態がここのフレームが一番外側の上位の状態で、中に入れるにはフレーム消えたと思うんですよ、ここの名前、アイコン。で、これがちゃんとこう入っている状態。一応左側のレイヤーにも表現されるんですけど。そうですね、フレーム一回触ってからこうコピペすると。そっちにパッと来るってですね。ちょっと早くいけます。どうですかね、なんか今ちょうど8時ぐらいからやり始めて30分経ったのかな、8時からやり始めたような記憶なんですが、7時半、あれ、あ、この開始して、あ、このワークか、失礼。じゃあ今ちょうど、あ、ディスコードに、あ、ありがとうございます。あ、インスタですかね、すごい綺麗に作ってくださってます。これすごいですね。めっちゃ超綺麗だと思います。もう完璧ですね。もうこれはデザイナーがいなくても全然プロダクトがいけますね。これ今作ってくださってるインスタのっぽい画面の中のこの多分本来画像のコンテンツが入るところとかの画像設定方法とかちょっと簡単にちょっともし、ちょっと知らない人もいるかもしれないので、ちょっと簡単に説明すると、結構、やり方2つあって、まあ、1個基本的な方で、この今1個四角用意しました。で、四角のこの、まあ、色設定するところがあるんですけど、右側の色の設定の上に、ソリッドっていうのがデフォルトで出てるんですが、それイメージっていうのに変えて、そうするとなんか、白黒のチェックマークになるんですよね。で、これやったらここで画像のアップロードができるので、なんかこういう画像を、まあ、入れるとかができます。でもちょっとこれ一個一個やるにはちょっとめんどくさいんで、複数一気にできるもうちょっと便利な方法があるので、それを紹介したいと思います。これコマンドシフト K で、この画像の挿入を一気にやるっていうショートカットがあって、こんな感じで、複数選択して、こうやって今3になってるんですけど、3つ今こう画像を持ってこれてて、こうやって用意してた四角にこうやって入れることもできるし、
例えばなんか入れたくない画像この辺に置いときたいなみたいなやつはここに置いとけるし、こんな感じで複数こう画像を入れたりすることができたりします。これ結構覚えておくと、あの、Figma いろんなところで多分画像を貼ったりするので、なんか結構使う頻度多いんじゃないかなと思うので、よかったら覚えてください。で、あともう一個よく使うのは、ちょっと操作方法みたいなばっかで、あれなんですが、もう一個ちょっと便利なのが、プロパティをコピペするっていうことができまして、今これ、この僕のアイコンがあるんですけど、コマンドオプション C でコピーして、コマンドオプション V でこっちにペーストすると、ここに入ってたフィルのプロパティだけがコピーできるっていうのがあって、なんかこれは、例えばこっち丸にしといたり、外の線つけたり、あとはなんかシャドウ、ちょっとわかりますかね、わかりづらいんですけど、シャドウと外のストロークとラウンド丸くしてるんですけど、こういう設定したあのプロパティ全部コピペすることができるので、なんか一気に丸にしたいなみたいなやつとかも、できたり、こんな感じでできたりします。ここは結構便利。画像をなんかよく使う人は便利です。あ、すごい。めっちゃ画像が入ってます。完全にもうインスタですね。これなんか、まあ、本当はなんかもうちょっとFigmaに慣れてくるとプラグインとかで画像もなんか自分で用意するのめんどくさいのを解決してくれるやつとかはあるので、ちょっとそういうのを使ってみるとかもいいかなと思います。あ、すごいですね。あ、もうアイコンまでなんかいい感じにこう色を入れて、あ、すごい、下の元のナビゲーションとか再生バーとかのところもすごい綺麗に再現されてますね。めっちゃいいですね。なんかこういう初期のプロトタイピングとかで、まあなんかここまでこう、例えば色付けとかまでしてこう、こういう雰囲気のアプリにしたいんだみたいなやつを、まあ伝えたい人とかもいると思うので、そういう人にとってはこういう雰囲気の表現とか、もうちょっとこう、Pinterestとか、こういう参考のアプリの画像のスクショを集めるとかっていう方法もあると思うんですけど、なんか表現の方法としては、こういうところまでできるのすごくいいなと思います。あ、めっちゃ、わささん。すごい、めっちゃ余白とかすごい綺麗ですね。逆にこっちはこう色とかは入ってないけど、こう基本的な操作とか多分作りたいもののイメージのプロトタイピングとしてはすごい十分で、多分検証とかプロダクトのイメージを人に伝えるとかっていうのにはすごい効果的で十分なものだと思うので、なんか僕も一番最初の方でまだプロダクトの形が明確じゃない時とか、代表と僕もデザイン全然できなかった時とか、こういうレベルのものをたくさん作って壊してみたいなのをしていたので、こういうなんかところをチームでできる人を増やすっていうのはすごくいいかなと思います。めっちゃいいですね。これはすごい大事だと思います。今共有してくださったんですけど、デザイナーの思考を妨害しないように色付けしないようにしてますね。これとかすごく大事ですね。逆にこうなんか依頼するとかっていう立場だとなんか表現の制約をつけすぎてしまう場合もあると思うので、すごくいいと思います。これは何のアプリだろう。
これなんだろう、ゲームかな。あと9分で50リットル。水を飲むリマインダーとしてはちょっと量が多すぎるか、リマインダーじゃない気がするんですけど。グラデーションとかつけられてるのすごくいいと思います。グラデーションとか、あんまなんか自分で作ることないんですけど、ちょっと、もうちょっと時間ありそうなんで、グラデーションとかの設定も簡単にちょっとやってみたいと思います。グラデーションはさっきのフィルの色のとこ設定、選択して、ソリッドっていうところから、ライナーとか、ラディアルとか、ここのソリッドとイメージ以外のやつ、だいたい全部グラデーションができるんで、こんな感じで、よいしょ。こんな感じか。ちょっと気持ち悪い色になっちゃったんですけど、こんな感じで簡単にグラデーション作れたりします。はい。そんなとこですかね。今ちょっと8時38分なので、ちょっと40分で一旦切り上げたいなと思います。40分になったら、ちょっとできる限り、せっかくなので作ってくださったアウトプットを、ディスコードとかで共有してもらえるとすごい嬉しいです。なんかその後は簡単に質問の時間をちょっと取って、もし講義ないじゃなくてもいいので質問とか投げていただいて、もし早めに進みそうだったら、なんか簡単にFigma 使ってる事例、あんまりデザイナーだけじゃないメンバーとかで使ってるような事例みたいなやつを簡単に、シェアできたらいいなと思ってます。はい。じゃあちょっと40分になったので、一旦ここでワークは切りたいと思います。はい。ちょっとよかったらディスコードに作成していただいたものをアップしていただけると嬉しいです。あ、すごい。シリが。これ画像、あれ、用意してたパーツかな。画像のところにグラデーションかかってて、こう、画像の上に文字載せられるようにしてたり、いいですね。これ結構難しいので、できてたらすごいかなと思います。あ、ZOZO タウンいいですね。めっちゃ、色の再現とかができてて、なんかレイアウトも綺麗に組めてるので、もうちょっと時間があったら、多分、より具体的に載せたいやつとかが作れた感じですかね。意外と時間ない方、結構1画面とか2画面とかで終わってる方多いかもしれないですね。あと一旦共有はちょっとまだ作業をさせてるかもしれないので、なんか今現時点で木下さんとか、なんか質問とかこう、ありますか？ちょっとこのまま次に。言っちゃって大丈夫かちょっと確認なんですけど。大丈夫だと思います。はい。勧められた人とそうじゃない人はですはい。じゃあちょっとまた作ってもらったものはよかったら共有してくださいというのはありつつ、ただ簡単にFigma のちょっと簡単な事例だけこういうのできるよっていうのを紹介できたらいいなと思ってます。はい。でうちの会社の、事例なんですけど、弊社で最近カルチャーデックみたいなものを作りまして、まあエンジニア向け採用資料とか、そういう類のものも作ってるんですけど、そういう採用資料とかカルチャーデックみたいなものを、採用 PR のメンバーと一緒にカルチャーデックを Figma 使って作りましたよっていうのをここに載せてます。結構広報メンバーとかは最近割と記事のサムネイルとか
なんかコンテンツみたいなやつを結構 Figma で作ってくれるようになってるので、結構慣れてくると簡単なものは作れるようになったり、あとデザイナーの人にテンプレートをお願いして文字だけ変えればしばらく使えるみたいなのを作るとかもすごいいいかなと思ってます。でこの辺はなんかサムネイルとかに関してはもしかしたらあのキャンバーかな、あのノートとかが使ってるようなサムネイル作りのやつを使った方が早いとかやりやすいみたいな人もいるかもしれないので、まあ、一応こういう事例がありましての、記事が公開されているので、もしスライドとか作ろうと してる人がいたら読んでみてください。で、もう一個はトライブグループさんの事例で、ノンデザイナーでも作れるグラフィックシステムっていうのをあのココダさんの記事で紹介されてたんですけど、これすごいなと思ったのが、デザイナーが、このバナーのテンプレートを作って、ここのテキストと右側のこの画像部分っていうのを このバナーを作る人が画像を差し替えるだけで簡単にこうパターンを量産できるっていうなんかシステムを作っていた事例の記事があってですね、これは結構サムネイルとかバナーとかデザイナーが毎回作ったりお願いしてたりするとすごいコストがかかるので、こういうテンプレートを作ってもらうとかっていうのをやると、こう初期であんまりこういうものに時間をかけずにもうちょっと本質的なところに時間を割くことができると思うので、すごくいい事例だなと思ってご紹介です。これはちょっとなんかユーザーフローとかそういう、まあ、いつものミーティングの議論とかっていうのを割とうちではフィグジャムとか、まあ、ミロとかも使うんですけど、そういうツール使ってこう議論可視化して、まあ、最近オンラインでやっている会社も多いと思うので、まあ、そういう議事録みたいなものとかっていうのをこう、まあ、中にフィグマを使える人が一人でも多くいればこういう議論すごいやりやすくなるので、まあ、フィグジャムだったりフィグマだったりっていうのは結構ミーティングで結構活用できる場が多いのかなと思ってるので結構おすすめです。はい、ちょっと簡単な事例。フィグジャムとミロは使い分けがあるんですか？最近それこそずっとミロ使ってたので、ミロの方がデータがたくさん残ってはいて、うん、まだフィグジャムに完全にスイッチはしてなくてですね、なんか一応まだ全体でなんか見る振り返るアセットとか、例えばロードマップとかはまだミロで使ってて、うん、結構単発的というか、その一時的に今ちょっとこういうの作ろうみたいなやつはもう割とフィグマでささっと作って、なんかあんまりこう見返されないものみたいなものは今はフィグジャムでも作っていいようにしてたりします。本来はなんかどっちかに揃えてやっておいた方がいいんですけど、フィグジャム1個欠点を言うと、あのミロって、作ってるファイルをなんかファイルで何て言うんですかね、ファイルをグループ化して整理できると思うんですよ。例えば議事録とかなんかもう使わないやつとか、そういうなんかグルーピングをできると思うんですけど、そのグルーピングできる階層がフィグマは1個浅いので、なんか同じとこに大量に議事録のファイルがこうバーって作られていっちゃうので、若干参照性が悪いっていう問題はちょっとあって、まあなんかいずれ解決される気もするんですけど、若干いっぱい作る人にとっては意外と見つからない問題を引き起こしやすいのかなっていうのはちょっとありますね。はい、そんな感じです。簡単な事例紹介でした。はい、ディスコードに、あ、すごい、はい、送ってくれてますね。あ、すごい、みんななんか、めっちゃ綺麗にできてますね。あ、すごい、超、一番下の方はちょっとガイドまで再現して、すごい UI を綺麗に組まれてますね。どうでしたかね、皆さん、いい感じに、フィグマを
使って画面作れましたでしょうか。ちょっと一旦僕のワークショップセッションとしてはこんな感じで、なんか明日からFigmaをこう使いたいなとこう思っていただける方が一人でも多く参加者の中にいられればとても嬉しいです。なんかもし聞けなかったこととか、ちょっと結構あのワークショップの中で触れるテーマとか範囲っていうのがすごい狭かったと思うので、事前にいただいた質問とかにも、答えられてないところたくさんあるんですけど、もしなんか気になることとか質問したいことがあればディスコードでもいいですし、なんかツイッターの DM とかで質問いただいてもいいので、ぜひ気軽にご質問ください。はい、ちょっと本日はちょっと初めてこういうワークショップをやらせていただいたので、ちょっと至らない点たくさんあったと思うんですけど、なんかよかったら終わった後フィードバックのアンケートとかお送りするので、率直な感想をいただけるととても嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ご参加いただいた皆さん、多分 Zoom も見つつ Figma を動かしつつだとだいぶパソコンも重かったんじゃないかなと思うので、ぜひ終わった後自分でいろいろなんか作ったものはまた Discord で共有していただけたらなと思います。今回はこちらでおしまいになるんですが、アンケートをお願いしたいと思っております。こちらのアンケート回答された方から退出っていう感じにしたいなとも思ってるんですけど、マジロック質問ちょっとしてもいいですか？あ、はい、全然お願いします。フィグマのを使うと、その多分デザイナーの人がその共同作業とかしやすいっていうのが結構わかるんですけど、なんかこうデザインワーク自体がすごい早いくできるみたいな概念もあるんですか？なんかできそうでもあるんだけど、ちょっとあんまり今日のだけだとわからなかったっていうか。はいはいはい。なんかこう、トラジロー君のライブ作成みたいなのとかありだったらお願いしたいみたいな。ああ、いいですね。全然ちょっと簡単なのでよければ。うん、いや、なんか、ね、画面でもいいし、そういうちょっとバナーみたいなものとかでも、こうパッパッてこう。そうですね。ちょっとじゃあ、なんか、事前にちょっともらってたのもあったので、なんか実際どういう使い方してるのかみたいなやつを説明というか、簡単に、こんな感じでやりますっていうのを、ちょっと簡単にやろうと思います。今なんか画面で映してるのが、僕が、今の会社で作っている、まあ、簡単な、まあ、コンポーネントライブラリみたいな、デザインシステムの一部みたいな形で、コンポーネントのライブラリを作っていて、結構ちょっとデザイナー寄りになってしまうかもしれないんですが、こういう感じで、さっきのフレームって全部青だったと思うんですけど、今紫色になってて、こいつらなんで紫色になってるかっていうと、他のファイルでも呼び出しができる、マスターのコンポーネントとして定義をしているパーツになってます。で、これどういうふうに使うかっていうと、例えばさっきみたいに、1個 iPhone の画面を用意して、例えばこの左上にあるアセットっていうところから、例えばヘッダーとかを呼んで、ん？何が起きてるかわからないですね。あ、ごめんなさいです、ね。あ、いやいや、大丈夫です。こんな感じで、定義してあるパーツっていうのを。名前を付けれるっていうことですか？ああ、そうです、そうです。例えば、こいつはヘッダーっていう名前で定義してるんですけど、はい、こういうやつを定義しておいて、他のファイル、例えば、なんか最近作ってたのとかで言うと、なんか例えばこういう画面とかを作るときに、なんかここで使うボタン変えたいなみたいなのがあったら、ここからボタンって検索して、自分で作ったこのボタン呼んできて、で、結構ここの右側にややこしいことがたくさん書いてあると思うんですけど、なんか例えばアイコンありなのかなしなのかとか、ローディング中とか、なんか丸いボタンとか、
あとはサイズをちょっと小さくしたりとか、ステートなんか、ホバー中とか、ディセイブルドとか、っていう感じで、このさっきのマスターコンポーネントみたいなやつを状態を持たせて定義することができて、まあ、状態を持たせて定義するっていうのはちょっと語弊がありますね。状態を定義することができて、なんかさっきのボタンどうなってるかっていうと、こうやってめちゃくちゃあってちょっと気持ち悪いんですけど、どの状態が、例えばこの左上だったら、タイプはプライマリーで、ステートはこれで、サイズはこれで、みたいな感じで、そのパーツを定義していくっていう作業をしていて、で、これをしてると、こうやってなんか画面作るときに、こうやっていろんなパーツを呼んで、すぐその、パーツでなんかこう画面を簡単に作っていけるみたいなのが割といいとこかなと思います。なんかこんな感じですかね。うん、結構これがたくさん、僕が作ってるやつは結構こう基礎的なパーツだけを定義してるんで、なんか画面単位とかはないんですけど、なんか違う会社さんを手伝って、こういうものを作るときとかは、その組織とかのやり方に合わせて、もうちょっとこう、例えば何ですかね、さっきのこの画面ごとコンポーネントとして作っちゃって、なんかどこでもこの画面を呼び出せるみたいな風に作ったりとかすることもあって、うん、基本的にその、まあ、ちょっとこれは Figma っていうよりはデザインシステム的発想だとは思うんですけど、こう、一回作ったものを、もう他のところで別の形で、もしくは別の見た目だけど同じものみたいなやつをこういろんなところで作らないっていうやり方にすることで、まあ、一貫性とか、まあ、作業の効率化みたいなところは作っていたりします。最近はちょっとなんかツイッターで議論されてたんですけど、結構ここで作ってこういうファイルをなんか綺麗に完璧に作ってても実装と乖離がやっぱりどうしても起きるんだけど、そういうのってどうするんだっけみたいなのとかは、まあ、議論としてはあって、まあ、僕としても基本的には実装が正しいものだと思ってるので、まあ、ここは結構作業の効率化と、できる限りデザインシステムとか、実装に寄り添った定義みたいなものを、作って共通言語化していくみたいなところを、まあ、目指して作ってはいるんですけど、うん、まあ、こんな感じで、効率化みたいなことはできるようにしてたりしますって感じですかね。すいません。簡単なやつ、こんな感じで大丈夫ですか。もう一個質問、ちょっと別アングルですると、あ、はい、お願いします。ファイヤーを書くときに、例えばなんか、Facebook とか Instagram の画面遷移とかをこう細かくこう研究していくと何ページでもあるじゃないですか。はいはいはい。まあ、それも大事だと思うんですけど、なんかこう作りたいサービスのビジュアルを作るとしたら、何個ぐらいのなんかそういうページをこう、なんかこういうので書いてみたりすると、結構そのいい、なんか基準としてはいいみたいなのがありますか？ああ、そうっすね。難しいですけど、結構僕が最近ちょっと社内でそういうなんかリサーチというかの話をした時があって、結構2つまず大きく分かれるとことしては、結構そもそも画面01で作るときとか、まあ、画面に閉じず、その体験、例えば新しくなんか何ですかね、なんか何かを購入するみたいな機能を作ろうとしたときの話なのか、なんかもうちょっと細かい、例えばなんかさっきので言うと、じゃあこういうカードをなんか機能として画像を複数枚表示できる機能を作りますってなった時に、ここの画像の中身の表現をどうしようかっていう、結構具体的な、もうちょっと表現的な話で、割とその表現と体験の設計みたいなやつは、まあ大きく二つ、まあ、そもそもあるのかなと思って、で、結構表現の形を作るケースに関しては、まあ割と本当にデザイン、まあ、グラフィック、にも近いようなこう表層のデザインを作るときっていうのは、僕とかはすごいその辺が割と苦手だったりもするので、すごい納得がいくまで時間が許す限り数を
対応に作るみたいなことはしたりするんですけど、それって結構ケースとしては稀で、あんまり時間を割いたりはしないので、そっちはそんなにやらないです。で、もう一方のその体験の設計とかに関しては、結構そのリサーチの対象みたいなやつは、やっぱ調べたりパターンを作るのって結構時間がかかって大変なので、まあ、リサーチで他のアプリ参考にするにしても、なんかその今そのアプリをリサーチして画面を見て、アプリを触ってみて、なんか自分は何を探してこのアプリを触ってるんだっけっていうのを結構大事にしていて、例えば購入のアプリであっても、なんか本当に購入の動線を全部見たいのか、うんうん、購入のそもそもの入り口がどういうところに置かれてるのかを見たかったのか、no. もしくはそのアプリにおける購入っていう機能の立ち位置としてどういう出し方をしてるのかっていうのを見たかったのかみたいなので、結構見るべきレイヤーが違うと思うので、なのでその、まあ、作るものの発想をちょっと欲しいなって思った時にリサーチするときは、できる限り必要な範囲だけを見る、かつ数はちゃんとたくさん見るようにしてます。で、多分実際作るパターンみたいなに関しては割とそこのリサーチの中で絞られると思うので、僕最近新しい結構大きい機能を作ってるやつとかも、だいたいその1個のユーザーストーリーみたいなに対して、まあ3パターンとか多くても5パターンとかにリサーチの段階で結構絞れるものなんじゃないかなっていうのは、感覚的にはそう思ってます。ナイス、ありがとうございます。あとなんか、細田さん質問、もし、そらジロー君が時間あればやっていいの？あ、全然大丈夫です。なんかちょっと、すいませんね、こう、もう9時になっちゃうので、なんか、後がある人は。そうですね。じゃあ、まあ、時間ない人は、じゃあ、適宜退出にしていただいて、まあ、感想とか、ディスコードか、まあ、できればディスコードにみんなで共有で感想とか、その質問とかがあったら、なるべくディスコードに投げてもらえるといいかなと思って。はい。でちょっとどうしてもちょっと個別に聞きたい人はまあ、トラジロ君に DM するっていう風にしてみてください。はい。あとじゃあ、なんか参加していただいた方で、まあ、せっかくなんでこの場で聞いて、今日のフローでもいいですし、聞いてみたいみたいなのがあれば、マイクオンにしてもらって、どうでしょう、ありますか？手を挙げてもらえたりとかすると、わかるんですけど。意外とないか。なかなかオンラインで質問するの難しいですよ、ね。いや、まあ質問なんかなければないで大丈夫だ。全然、後から何かあれば聞いてください。めちゃくちゃ素人質問なんですけど、いいですか？久々。久々さん、お願いします。なんか、レクタングルとか置いた後に、その上に物を置いていきたいみたいな。はい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 、そのレイヤーみたいなのにどうやってするんだっけっていうのがちょっと分かんなかったんですけど、はい、どうやっているんですか？ちょっと今回ちょっとここの周りの説明ちょっとだけ省いてたんですけど、ちょっとややこしくてですね、単純な一番単純な、レイヤーというか一つのまとまりにするのは、コマンドG でこうやってグループ化すると、ここの左側が、よいしょ。この2つがグループになって、こうやって1個階層化されるのが、まず1個できます。で、もう1個は、フレーム化っていうやり方があって、これは今、グループっていう名前が出てると思うんですけど、グループ化されているもので、もう1個は、よいしょ。これ今フレームって上に出てきたの分かりますかね？ F なんだ。あ、間違えました。コマンドオプション G でした。これでフレームっていうのができて、で、これがなんか何が違うのかって言われると、
一番違うのは、これをなんか、まあ、レスポンシブみたいな対応がフレームだと綺麗にできるっていう違いがあってですね、すごいこれ細かくて、あんまりこうミニマムのワイヤーを作るときとかはあまり作らないんですけど、綺麗に作るときになったら、この右側にコンストレインツっていうのがあるんですよ。これが結構 Figma のフレームでは肝で、ここのフレームの中に入っているパーツそれぞれに対して、このコンストレインツっていうのを設定ができて、で、これを、例えば今僕、レフト&ライト、トップ&ボトム、で、中の丸がセンターセンターにしたんですけど、これやると、このサイズ変えたときに、後ろのグレーはサイズが、上下左右に広がって、この丸はサイズ変わんないで真ん中にいてくれるみたいな。こういう動きを作ることができて、例えばこいつ左にずっと置いときたいみたいな時とかも、こういう感じでできるんですけど、これがグループだと、こんな感じで伸びていっちゃうとか、こういろんなところに小数点ができたり、こう、なんか、思うようにそのサイズを変えられないっていう問題がありまして、まあ、これでフレームとグループっていうのが大きな違いであるんですけど、一応こうレイヤーの作り方としてはそんな、このどっちかで基本的には作るようになってます。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか？質問しても大丈夫ですか？はい、お願いします。はい、すみません。今、うちでも Figma を使って、そのサービス開発みたいなことをやっていて、結構そのサービスのページ数が多分40ページぐらいになっちゃって、そのなんか、結構収集つかなくなっちゃってるんですけど、そこら辺とかってなんかどうやったらうまく Figma を使って、Figma を使ってなんか、分かりやすいように、例えば他の開発チームとかに見せれるのかなみたいなところ。ああ、はいはい。Figma上の整理の話ですかね。で大丈夫ですか？まあそうですね、プロトタイプで一応その遷移できるようにはしてるんですけど、なんかあの1画面でこういうふうなユーザージャーニーっていうか、まあユーザーフローを描くよみたいなところがどうやってうまく見せれるのかなっていう。ああ、はいはい。これは結構あの好みが分かれるんで、ちょっと僕の一例だと思ってあの聞いていただければなと思うんですけど、例えば、まずそもそも、まあ、今このよいしょ。今この DID システムっていうちょっとファイルを開くんですけど、今サービス、プロダクトドメイン単位で、こうやってファイルを作ってます。で、その中に、WIP 作業中のファイル、マスターデータメインチェックマークが入ってるマスターデータみたいなファイルが存在していて、で、僕は、基本的に、まあ、こんな感じでファイル単位とかで、マスターデータとまず作業中のデータっていうのを分けてますっていうのが、まず1個あって、で、その中で、どういう感じで整理してるかっていうと、なんか流れが結構分かりやすいものに関しては、もう単純にこうやって画面を並べて、まあ、上にこういうなんか、簡単な説明だけ置いとくっていうのをやってます。で、もっとなんか複雑で、遷移の関係とかがちょっと分かりづらいよなっていうやつに関しては、なんかこう矢印とかフローズみたいなのを作って、どういう流れで、どういう条件でこの画面に行くんだっけみたいなやつを書いたり。まあ、あと結構、まあ、他社の事例とかでもこの間ちょっと見てたんですけど、まあ、こういうメモとかで言語化して補足しておくとかは、結構やったりしてます。エラー表記とかこういう感じの分け方を僕は知ってたりします。なんかあんまり綺麗じゃないんですけど、こんな感じで作ってるやつとかでも繊維が複雑だったらちょっとこうフロー置いとくとか、ちょっとこの文脈では違うけど、なんかこういう問題もあるから一応こういうの作っておいてよとかは、なんかこういう感じで別の形でちょっと置いたりしてます。そんなに
そんなに綺麗じゃなくて、ちょっとあんまり答えになってないかもしれないんですけど、こんな感じの整理の仕方をしてたりします。あ、わかりました。ありがとうございます。なんか、この間、つい、先週の木曜日なんですけど、なんか、違うイベントでフィグマ見せ合いっ子っていうイベントが、ちょっと盛り上がってて、僕もそれ出たんですけど、そこの、資料とかが結構ツイッターに上がってたり、今度動画も出るみたいなので、なんかそれ見ていただけると、僕みたいなスモールチームとかスタートアップのやつもありますし、まあ、僕前いたクックパッドとか、他の会社の事例もたくさん、この辺の話をばっかしてる回だったので、なんかもしよかったらそれ見てもらえると、結構参考になる事例がたくさんある気がします。はい、ありがとうございます。もしなんか他に質問があれば、大丈夫そうですかね。あとお願いが一個だけあって、なんかこれはこのノートとかこの YouTube はこうフィグマ学習にいいかもみたいなやつがあったら、うん、Discord とかに貼っといてもらえたら嬉しいです。あ、了解です。ちょっとなんか勉強になる系コンテンツをちょっとまたシェアします。はい。じゃあ、アンケートがまだな人はぜひ書いてもらって、なんかこういう、こう、ちょっと今日のレベルと今後、まあ同じようなフィグマってテーマでやる場合、こういう回だったら、なんか参加してみたいとかっていうのがあると、僕らも企画できるかもしれないんで、まあぜひそういうのもお願いします。はい、じゃあ、はい、締めましょう。お願いします。はい、では本日、資料もいろいろ準備していただいて、トラジオさん本当にありがとうございました。そして今まだいるの35人ぐらいですが、参加いただいた方ありがとうございました。まあ、後日公開できればしたいなと思っていますので、アーカイブの公開もお待ちくださいということで、本日はこちらで解散したいと思います。レコード終了お願いします。